皆様こんにちは。クルーズの豊かクラブでございます。本日は当社クルーズツアーにご参加いただいたお客様よりお寄せいただいたお便りをご紹介いたします。クイーンエリザベス、一人でも楽しいクルーズに、ゴールデンウィーク広島プサン長崎クルーズ。父と行くはずだったクイーンエリザベスクルーズは体調不良により父はキャンセルに。1週間前ということもあり、他に同行者を探すことも難しく、私一人での出航となりました。もともと私は一人旅どころか一人で外食することもままならない小心者。英語だってアリロビ、ほんの少し話せる程度ですからドキドキです。ハプニングの始まりはレストランでの席番が書かれたディナーカードが届かなかったこと。添乗員さんに催促してもらって届いたカードを持ってレストランへ向かうと、案内されたテーブルに着席していたのは外国人の方々だったのです。キョロキョロと見渡しても助けてくれる人は見当たりません。こうなったら腹をくくるしかないと、拙い英語とスマホの翻訳アプリを見せ合ったりして、なんとかディナーを終えることができました。緊張で食事の味は分かりませんでした。初日からびっくり体験をしてしまった私は、肝が据わってしまい、積極的にクルーと挨拶したり、自由を謳歌しました。他人と時間を合わせることもないので、夜遅くまでダンスをして、夜食を食べて、次の朝は遅くに起きる。ショーや映画も一人なら席を確保しなくても空いていればさっと座れる。食事はレストランへ行けば同じツアーの方たちと一緒に食べられますから寂しくない。ジャグジーに浸かりながらお話をしたり、プールサイドで読書をしたり、一人旅の方と仲良くなったりと、一人ってなんて自由で楽しいんだろう。ですので、たとえ同行者が行かれなくなった場合でも臆さず参加することをお勧めします。2022年2023年クイーンエリザベス日本発着クルーズ好評発売中です。その他お客様の声を公式ホームページに掲載いたしております。ぜひご覧ください。また、ツイッターやインスタグラムなどの SNS やメールマガジンも配信中。よろしければチャンネル登録お願いいたします。